ナマズのおひげの船長さん。昔々あるところに一人の船長さんがいました。船長さんはパイプをふかふか吹かせることが好きでした。おひげがおじいさんナマズのようにカールしていたので、皆は船長さんをナマズのおひげの船長さんと呼んでいました。船長さんは朝から晩までスイスやヒルマルという船で海を渡っていました。船長さんにはたくさんの仕事がありました。それは北の港から南の港に色鉛筆を運ぶことなどです。ある晴れた日にたくさんの色鉛筆を乗せていつもの道を出発しました。帆に向かって潮風が吹き、船は水の上に浮かんでいました。船長さんは陽気に歌い始めました。私の声はまるで子熊のようだ。私のひげはまるでナマズのようだ。波に揺られる私はナマズひげの船長さ。夜が来て月が出てきました。波が船長さんを夢の中へと連れて行きます。アヒルの船は一人でに南の港にたどり着けるくらい海をよく知っていました。だから船長さんはすやすや眠れました。夜明けになって船はアザラシくんの島の隣に着きました。アザラシくんたちは遠くから手を振ってこう叫びました。おはよう船長さん、起きて。太陽が昇ったよ。それでもナマズのおひげの船長さんはまだ夢の中です。猿の島でようやく目が覚めました。船長さんの頭のてっぺんにバナナが落っこちてきたからでした。こら、やめないと君たちのママに言うぞ、と船長さんは怒りました。それから突然身を澄ませて心配そうに周りを見回しました。大変だ、嵐になるぞ。風がビュンビュン吹いて、海がだんだん激しくザブザブ波打ちました。黒い雲がもくもく空に出てきて、雷がピカピカ暗闇の中で光りました。船長さんは帆を引っ張って船の中に隠れました。海が静かになってお日様が出てきたので、船長さんは驚いて周りをぐるっと見回しました。船長さんは嵐で知らない島にたどり着いていたのです。すぐに望遠鏡を取り出して中を覗き込んでみました。島はたくさんの木と草と花であふれていました。島の真ん中にはキラキラ輝く湖があって、そのそばにはヤシの木がありました。なんて綺麗な島なんだ。それなのに誰も住んでいないなんて。おかしいな、と船長さんは考えました。スイスやヒルマルを止めて島に降り立ちました。もう帰ろうとした時にどこからか声が聞こえました。わーん。船長さんは草むらの間からそっと覗き込みました。すると、なんとまあ、ゾウさんが茂みでワンワン鳴いていました。どうしたの？具合でも悪いの？と船長さんは尋ねました。するとゾウさんは、違うよ違う。僕は寂しいんだ。だって一人ぼっちなんだ。誰も遊んでくれなくて。じゃあ僕が一緒に遊ぶよ。でも泣き止んだらね。と船長さんは言いました。何して遊びたいの？と船長さんが聞くと、ゾウさんは鬼ごっこと答えて嬉しそうに飛び跳ねて走り出しました。追いかけっこにも飽きてくると、今度は森の中でかくれんぼを始めました。しかし、ゾウさんの体は大きくて、体がはみ出してしまいました。それでも船長さんは、小さな島の中を時間をかけて探しました。時間はあっという間に過ぎていきました。突然船長さんが、もう行かなきゃ、南の船着き場で仲間が船を待ってる。じゃあね。すると、ゾウさんは、ワンワン泣き始めました。もうちょっと遊んでよ。もう遊べないよ。仕事があるんだ。じゃあ僕も一緒に行く。ゾウさんはそう言って船長の後を追いかけました。板がギシギシとなり、船が傾き、一つの箱が急に海に落ちてきました。ゾウさんはびっくりして船長の方を見ました。早くあっちへ行きな、と船長は大声で言いました。見てごらんよ、こんな小さな船に君なんかが乗れるわけないじゃないか。そう言って二人で海から箱を引き上げました。その後、船長さんはあることを思いつきました。この箱が何かわかるかい？君にこれをあげよう。その箱はカラフルな鉛筆と紙でいっぱいだったのです。ゾウさんはその箱から鉛筆を一つ取り出すと線を引きました。こうして何も考えず、ただひたすらお絵かきに夢中になりました。船はもう遠くに行ってしまいました。小さい丸、大きい丸、そしてナマズのひげの船長さんの絵を描きました。隣にはスイスやアヒル丸も、ゾウさんは夢中になってもっとたくさん描きました。悲しかったことはもう忘れていました。時が経ちました。ナマズのひげの船長さんは北と南の港の間をもう何回も行き来しました。ある時、また嵐が来て雷がゴロゴロ鳴って雨が土砂降りになりました。その時、船長さんは悲しそうなゾウさんのことを思い出しました。スイスやヒルマル、ゾウさんの島へ出発しろと船長さんは命令しました。たどり着いてすぐに船長さんはワクワクしながら望遠鏡を覗き込みました。でも島にはまた誰もいませんでした。僕のお友達はどこだろう。ウェーンという鳴き声が遠くから聞こえてきました。よかった、また会えたと船長さんはルンルン気分で歩いていきました。どうしたの？お絵かきは楽しくなかった？そんなことないよ。楽しいよ。見て、こんなに描いたんだ。じゃあどうして泣いているの？もっと描いてよ。もう描きたくないよ。ゾウさんは足を踏み鳴らしました。描かないったら描かない。僕の描いた絵を見せる相手がいないんだ。船長さんは何か思いつきました。そうだ、アフリカへ行ってこよう。スイスやヒルマル、出発進行！船長さんは叫びました。海の潮風はぐーんと帆を強く押し、船は水を切って進みました。ナマズのおひげの船長さんは、まもなくアフリカ大陸に到着するところでした。船長さんは動物市場であるものを買いました。何かって？ほら、大きな木箱に入ってるもの。それは重くてちょこまか歩き回るやつ。その何かをゾウさんの島へ持って行きました。ゾウさんは悲しそうに船長さんが持ってきた木箱を見ました。何が入ってるか知ってるよ。どうせ色鉛筆でしょ。違う違う。開けてみて。船長さんはそう勧めると、船長さんのおひげは嬉しさのあまりさらにくるりと丸くなりました。ゾウさんはゆっくり蓋を開けました。木箱の中には何が入ってたかって、斧でもなくて、サメでもなくて、トカゲでもなくて、ドジョウでもない。それは大きな目と耳をした小さなゾウさんだったのです。じゃーん、君のお友達だよ。もう一人ぼっちじゃないよ。ナマズのひげの船長さんは言いました。一人ぼっちだったゾウさんは嬉しくてにっこり笑いました。ゾウさんは自分が描いた絵を取り出して小さなゾウさんに全部見せました。小さなゾウさんはどの絵にも驚いてこう言いました。お絵描き、私にも教えて。ナマズのおひげの船長さんがもう一度ゾウさんの島へ行くと、もう泣き虫ゾウさんはいませんでした。2匹のゾウさんは仲良く一日中かくれんぼや鬼ごっこをしたり、絵を描いたりしていました。そして船長さんを待っていたのは素敵な展覧会でした。それを見た船長さんは得意げに、上出来だと褒めました。そうして船長さんは家に帰っていきました。その時のぷかぷかとパイプの煙で輪っかを作っている船長さんの顔は得意げでした。そしてもう二度と2匹のゾウさんが寂しい思いをすることはありませんでした。